終わる。終わるよね。終わる。終わる私のパルワールドね。怖い。落ちる、落ちる、落ちる。あー終わった。もう終わった、終わった。終わった、終わったよ。あ、終わった。もう何も落ちてない。あ、もうわかんない、わかんないね。落ちた。次元の狭間に落ちた。助けてね。誰か。私を救い出してね。あ、スタミナも切れた。あ、ね。助けて。はぁじゃないのよね。おこちょ。おこ、あ、どうした？拠点だ。戻ってきたぞ。やった。私は帰ってきた。夢じゃないよね、みんな。ね。怖かった、怖かった。怖かったよね、みんな。怖かった。すっごい量。すっごい量あるね。ラビー怖かった。撫でさせて、ラビー。あ、撫でれない。放牧中。撫でる。あ、よーしよしよしよし。よーしよしよしよし。熱っ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 。頭ここ。タバコかぶってるよ。ああ、楽しい。ああ、楽しい。ああ、よかった。生き返れました。ああ、もう、見せたかったのに、本当は。本当は、チュートリアルクリアして、見せたかったのに。タバコ深き。いろいろと10パーおかしくなっちゃったってね。今度こそ行くぞ。今度こそ行くぞ、もうあんな、次元の狭間、怖ー、怖かったー。レイン密漁団の塔、到着しましたー。あ、おこちょ、おこちょ、おこちょ。あれ？あれ、また復活してる？レイン密漁団、ここ一掃したのにな。あー、これって湧き直しとかしたりするんだ。え？じゃあまたなんか誰か捕まってたりするのか？おこちょ！戦ってる！やべえ！大変！ちょっとボス戦前なのに！あ、なんか捕まってる！これはでも助けねえとな。殴れ！殴れ殴れ！ブワー！あ、強っ！ブワーっつった。おこちょ強っ！ほとんどダメージ食らってないか？大丈夫そうですね。よかったよかったよかった。あ、なんだい君！誰？かわいい。なんだその顔は。なんだその顔は、ちょっと失礼だな。大丈夫かい、君の名前は。トドドドン、トドドドンだ。トドドドンゲット。言いづら。トドドドンの魚肉、トドドドンの肉、脂が乗っていて濃厚で風味豊か、ふっくらとした独特の食感が魅力的。うまそうだけど、お肉もらったんだ。大丈夫それ。もう2分ちょっとしかないから、もう食べちゃおうか、ここで。生で。いける？トドドドンの魚肉生でいけるかな。醤油とかちょっとつけたいですけどね。どこだトドドドン。トドドドン。あ、いた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 。地属性だ。ドドドドン。のんびりしているときはあらゆる反応が鈍くなる。28箇所もの刺し傷ができても、次の日の朝に初めて気づき、絶命する。気づけ気づけ。そして気づいて絶命するんだ。やべ、刺されてたで、ね。かわいいやつやな、ドドドドン。誰だ、28箇所も刺したやつ。こんな可愛いトドドドンを28箇所も刺したやつ誰だ。出てこい。よーし、行くぞ、おこちゃん。おこちゃん。さあ、ついにやってきましたよ、ここの塔。動画もこれ何パート目になってるのかな。やっと、チュートリアルであるレイン密漁団の塔のボスに挑もう。
しかも装備と手持ちパルを万全にした状態でって書かれてるので、強敵がいるんじゃないでしょうか。レイン密漁団だと、時間制限、10分ボス戦に参加する。10分以内に倒さなければいけないと。そういうことか。ボス戦を開始します。よろしいですか？参加メンバー。あ、みんなで協力していくこともできるんだ。まあ、俺にはおこちょがいるから。おこちょとモコロンがいるんだ、俺には。お！なんだ？ムービーとかもあんの？ここが塔の中ですか？誰かいる！誰？え？女の子だ。かわいい。え、なに？戦うの？この人と。え？塔のボス、レイン密漁団のボスってこの人？ゾエ、グリズボルト、ゾエ&グリズボルト、ゾイだ、ゾイだ、ゾエじゃない。ゾイ&エレパンダ。え、ちょっと待って。人と、あ、なんか狙ってる。あぶね。行けよ、おこちょ。やべ、おこちょ、あ、でも氷ドラゴン属性か。水属性だったらね、なんかやられそうですけど。タイプ的にね。え、体力3万やばい、強いかも。あ、でもいいぞ、凍らせた、おこちょ。おこちょいいぞ。やれ、おこちょ。よっしゃ、ターゲットが俺に向いた。俺にターゲットが向いてるうちに、おこちょやるんだ。いや、頼む。おこちょ助けろ。おこちょ助けろ。いてー。やべ、強。凍った時に私も攻撃すればいいのかな。ほら。いやー怖い。めちゃくちゃ乗りこなしてるじゃん、ゾイちゃん。ちょっと悪い人なんだよね。うわ、しびれてる。電気タイプか、おこちょ。あ、すごい。いや、でも結構やられて、やら、あ、どうだ、いい勝負してる。おこちょ。頑張れ、おこちょ。頑張れ、おこちょ。俺も、そっか、俺も参戦した方がいいんですもんね。こういう時に俺もバットで、邪魔かな。おこちゃん。頑張れ、おこちゃん。いいな。ゾーイ頭の上に乗って戦ってるじゃん。俺たちも行くぞ。この野郎、ライドパトルだ。やばい、逃げろ。危ない。いや、食らった。おこちゃん頑張れ。無理だ、私には無理だ、助けて。またおこちゃん助けて。死んじゃう。やばい、強い。まだ体力1万しか減ってないんですもん。おこちょがやばい。おこちょがやられる。おこちょ。おこちょしか言ってない俺。やばい。こっちに来た。いや。やめてね。あ、強い。おこちょいいぞ。でもおこちょがやばいな。おこちょがやばい。おこちょ。すげえ。でもだいぶ削った、半分ぐらい削った。もうおこちょがやばい。よし、いけ、モコロン。あ、違う、トト出しちゃった。さっき捕まえたトト出しちゃったね。いきなりデビュー、いきなりボス戦デビューですか。やられた。強。悔しい。もう一回やらせてくれ。何、パル愛護団体の強行犯。ちょっと待って、今おこちょをボックスの中で回復させてるのね。そう、なんだ、パル愛護団体の、え、強行犯、パル愛護団体。じゃあパルを傷つけることなんてしないんじゃないか。人間だ、人間が襲ってきた。うわ、うそ、人間だ。どうする。え、パルを傷つけたりしない。あ、捕まえちゃおう。捕まえちゃおう。あ、捕まえるのむず。てかパルを攻撃してきてるぞ。あ、捕まえれた。やった、パル愛護団体信者を捕まえた。
でもなんかパルを攻撃してきてましたよね。なんだなんだ、愛が重いぞ。パル愛護だったり、まだいる。まだいるじゃん。え、引っかかってる。パル愛護団体の人引っかかってる。ねえ、このモードが終わんないんだって。あ、やっぱり愛護団体出しちゃった。パル愛護団体 VS パル愛護団体。それも人対人なのよね。ああ捕まえちゃおう。デカボコロがいる。情報量、情報量が多いって。逃げるな逃げるな、ちょっと待って。ボス戦前なので綺麗にボス戦わせてよね。ちょっとやめて、拠点を襲いに行かないで。いやー、ボス強かったなー。結構ね、私もレベルも24でかなり上げてきた方だと思ったんですけど、おこちょもレベル22ですからね。これチュートリアルですよ。最初のね、一面のボスですよね。かなり強かったぜ。ただもう一度ちょっと挑みましょう。次はちょっと、今回私はバトルに参加せずもずっと見て回ろうかな。逆に私がターゲットを取って逃げ回る。そしてオコチュやモコロンたちに戦いをやってもらう。自分は逃げてパルに任せっきりバトルでちょっとリベンジさせてください。ゾーイさん、あなた密漁団のリーダー。やめな、そんなこと。それを密漁してきたんじゃないのね。好きでしょその子のこと。ダメだよ、パルを傷つけるなんてことしたら。今から戦うんですけど。行けよ、お子ちゃん。私は逃げるな。よしよし、俺にターゲットが向いた。これで私に攻撃が来ると。危ない危ない危ない。これをローリングとかこういうのをうまく使って私は逃げ切らないといけない。いや、戦ってるな。おこちょ頑張れ。ごめんな、応援することしかできない。ちょっと旗みたいに振ろう。バト振れ。おこが来た。怒られる怒られる。やばい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 。来てる来てる。おこちょ助けろ。おこちょ危ねえ。このローリング結構使えるな。まあ、スタミナは消費するけど。よし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 。おこちょ頑張れ。おこちょ頑張れ。私に攻撃来るか。あ、狙われてる。ビームだ。あいつビーム落ちた。危ねえ。危ねえ。人間だよね。私死んじゃうから、そんなことされたら。いいいい。でもダメージ入ってる、ダメージ入ってる。おこちょ頑張れ。ゾーイはな、あんな戦場に身を置いているのに、私は遠く離れたところで。おこちゃ頑張れ、おこちゃ頑張れ。わあ、強え、おこちゃ。やば、私を狙ってる。なんだ、なんか入った、なんか入った。危ねえ、ビーム打とうとした。ありがとう、おこちゃ。おこ、やっぱおこちゃだ。ただおこちゃの体力ももう結構やばいな。大丈夫かな。なんかビーム狙われてる。おこちゃん。戻れ、おこちゃん。よし、次はモコロンだ。私の自慢のモコロンだ。頑張れ。モコロン。いいぞ、モコロンがやってくれてる。大きさが、大きさが違いすぎる。大きさが違いすぎる。危ね。俺の方に、俺の方にホーミング弾を撃って、モコロンと戦ってる。これ戦い慣れてるな。モコロン頑張れ、モコロン。モコロン。かわいさでは負けてない、かわいさでは負けてないぞ、モコロン。転がってる、かわいい。モコロン、いやでもいい戦いしてる、いい戦いしてるぞ、モコロン頑張れ。いいぞ、ナイス転がりアタック。300入ってるもん。いいよ、モコロン。いやでもきついか、もう体力半分以上削られちまった。モコロン。頑張れモコロン。危ない。ふう、助かった。あ、危ない危ない。
私は逃げるから僕から、よし、いいぞ、そうだ、俺の方に来い、俺の方に来い、僕のバカいじめてないで、俺はかわしきってみせるぞ、お前の攻撃を、僕から、僕の手転がってる、やばい、回転しろ、回転しろ、危ねえ、危ねえ、あー、いけ、半分ぐらい食らった、強すぎる、こいつ強すぎる、マジで、本当に一面のボスですか、これ。強すぎるんですけど、ね、あ、狙われてる、もうこのナイスアタック、いいよいいよ、もう残り8000、残り8000、もう半分以上来てる、半分以上来てる、やべやべ、俺の脇だ、俺の脇だ、逃げろ逃げろ逃げろ、ここでキビスを返す、キビスを返す、いてくわつえ、医薬品とか持ってくればよかった私の体力回復方法ってなんかあるのかな、やべ、戦いの備え全然できてないモコロン大丈夫か、やばい、モコロンがやられる、モコロンがやられてしまう、あー、モコロン戻れ、モコロン、いでよデカモコロンだ大きさでは負けてない、大きさでは負けてない、何、なんかモコロンが光ってる、モコロンが光ってる、なんだモコロンモコロンが爆発した、そして瀕死になったんですけど、なんで、どうした、モコロン、モコロン、いけ、デカモコロンだ、俺にはまだデカモコロンがいっぱいいるんだいいぞ、残り2000、残り2000、捕まえれたりするのかな、一応ボールとか投げてみますか、どうだ、弾かれた無理か、ほら、でも捕獲確率は出るな、どうだ、捕まえれたりするのか、無理か、やっぱ弾かれるな、捕獲確率 0%、 いや無理か、後ろからでも無理だな、くー、やば、でも残りもうちょっと、残りもうちょっと、デカモコロン、うわ、よっしゃ、やったー、モコロンボス初回討伐やったよ、モコロンみんなの総力戦だ、総力戦だ、クリアレイン密漁団の塔、一番上まで上がってきた、ちょっと待ってくれ、なんで、なんでモコロン君なんで瀕死、自分ばっかりしたの自爆って技があるなんて技覚えてんだちょっと待って命をかけて爆散するモカロモカロ命をかけて爆散してくれたモカロがごめんな、これちょっと技変えとこう、スパークショット、スパークショットにしようモコロが、おこちょ一人とモコロ4体のパーティーです。飛翔種のね、モコロがなんとね、先ほどまた1体追加で捕獲しまして、3体になっており、一番最初のモコロ。このゴパルパーティーで私は冒険を続けていきますよ。でもクリアした!やったー、ファストトラベル解放。わ、チュートリアルの表示も消えてる!よっしゃークリアー、どっから降りればいいのね何これ、上に上げるだけ上げといて何よ、ゾウイはゾウイと話をさせてね次はどこに行きましょうか、これ塔がやっぱり目的地だと思うんですけど、あの山の上に一つと、こっちの雪山の上のあそこに一つで、あそこにも一つで、もっと奥のあそこにも一つ塔があるんですよね。どうしようか、でやっぱりあのね、でっかい木も気になりますから、とりあえず時計回りに回っていこうかな、こうぐるっと一周する形、そしてこの真ん中ら辺がおそらくあのでっかい木ですもんね。なので次の目的地は、まあ寒いところは嫌なので私寒がりなので、あっちのでっかい上の、あ、向こうの方の塔を目指してみましょうか。降りんのこっからゾウいいね。おろして、おろすとこまでやってってよ、ゾウいい。怖い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 、危ない、ああ、怖い。よっしゃ、でも、クリアしてやったぜ。ああ、気持ちいい。ただ、むずかったな。今後さらにむずいってことだろ
まあでもオープンワールドだからな、順路とかないとかを考えると全部の塔が平均した難易度になってる可能性もまああるっちゃあるのかな。さあ、そしてボスを倒して拠点に戻ってきたということは卵だ。もうちょっと見せちゃったけど先に。同じだとなんか味気ないから増やしちゃった。あ、落ちちゃった。ちょっと待って。卵の深きちょっと増やしてみました。1,2,3,4,5,6,7 個の卵をね同時に孵化させることができます。そしてこのねなんか色付きの特徴のある卵はまだ入れてなくて、平凡の卵だけちょっとね孵化完了させてみたんですよ。これをちょっと端っこから孵化させてみましょう。どうなるのか。おそらくねパルが生まれてくると思うんですけど、どうだ、来てくれる。あ、孵化完了。え、エアムルグが生まれた。エアムルグ。いきなり知らないやつちょっと、ね、初対面がね、ごめんね。エアムルグね、エアムルグ、赤ちゃんだと思うんだけど、ちょっと待って。あ、いた、手持ちにいた、エアムルグ。そうだ。瀕死のモッコロンちゃんを今、ボックス内で治療してるんでした。手持ちに入ってたエアムルク。レベル7だ。赤ちゃんじゃない。ことなかれ主義だ。このエアム、この生まれたエアムルク。生まれたばっかりでことなかれ主義だ。エアムルグのグローブが必要。手持ちにいる間、グライダーの代わりに呼び出せる。グライド中、右手が開くので、銃を撃つことができる。グライダーの代わりに、エアムルグに捕まって空を飛ぶことができる。みたいなことなのかな。エアムルグ、エアムルグ。あ、いた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 。エアムルグ。人を掴んだままでも難なく飛び立てる。だが疲れ果てると容赦なく足を離すため、転落死亡事故が後を絶たない。やめろ。じゃあもう捕まるな、エアムルグにね。落ちるの分かってるんだから。あ、痛い痛い痛い。ここ登りづら。マジで。知らないパルがめちゃくちゃ生まれるぞ。いいのかな、これ卵が初対面になっちゃうけど。まあでもね、欲しいものは欲しいですから。こちらも、クルットリ。知らないパルがいっぱい生まれる。クルットリが生まれた。もしかして卵から孵化するパルって鳥関係のパルしかいないんじゃねえか。どうだろう。クルットリ、爆発する卵を産む。危な。危なかった。ずっと爆発する卵を俺は拠点に置いてたのか。恐怖のパル。普段は卵をおけつから射出して武器にするが、万事休止と、なんとその身ごと外れる。危ねえ。危な。卵を武器にするな。自分の大切な子供じゃないのか。そしてこれがラストの平凡の卵かな。両脇はね平凡なデカ卵なので、何が間違った、角神が生まれた。鳥関係だけじゃなかった。あ、じゃあランダムなのかな、卵から生まれるのって。角神の赤ちゃんが生まれましたね。にゃんぎまり。にゃんぎまり。え。どこね、にゃんぎまり。にゃんぎまり、あ、いたいたいた。にゃんぎまりの縄張りに入るとすぐさま監視の目が光る。例えではなく、本当に光るのだ。にゃんぎまり、ね、もうちょっと違う名前用意してあげてよね。結構可愛かったのにな。デカ卵ってなんだろう。にゃんぎまり。まあ、じゃああとは卵をセットして熱を帯びた卵をセッティング。ほんの少し寒そうだ。孵化速度プラス 50%。 あー、なんか卵の環境も整えてあげないといけないのか。こういう時にクーラーボックスであったりヒーターを作ってあげるんじゃねえか。あれ。あれ。作ってあげたんだけどな。あんま関係ないな、これ。もうほんの少し寒そうだ。どうすればいいんだろう。ちょっとま、他の卵もセッティングしてみましょうか。例えば、凍てつく卵。あ、とても快適そうだになってる。
何が違うんだ、ほんの少し寒そうだ。ん、もしかして、君か、おこちょ。おこちょが下で寝てるからかな。ちょっと、戻してみましょうか。戻すと、ほんの少し寒そうだ。とても快適、いや、関係ないな。卵の環境がちょっとよくわかりませんね。新緑のデカ卵もとても快適そうだ。なんでこれだけほんの少し寒そうだになるんだろう。まあ、でもとても快適そうだだと孵化速度がプラス 100%。ほんの少し寒そうだだとプラス 50% だから、生まれてくるのがちょっと遅れますみたいなことなのかな。環境を整えてあげないと。ここら辺はまだもうちょっといろいろ試して様子を見てみないとですね。にゃんぎまりのサドルがあった。にゃんぎまりにも乗ることできるんだ。まあいいかな、にゃん決まりは。ボスを倒して古代テクノロジーポイントをね、5ポイントゲットしてるので、この小さな餌袋、食べ物を入れておける小さな袋、自動食事用の装備スロットが1個まで開放される。つまりこの中に入れておくと勝手にご飯を食べてくれるみたいなことなんですよね。そしてこのパル濃縮ポット、何体かの同種のパルを濃縮して合成し、ランクの上がった個体へと強化する。めちゃくちゃ怖いことが書かれています。ホムンクルスかな？だからまあランクアップするならちょっと欲しいですよね。そしてまたさらにその上のレベルのそれなりの餌袋、食べ物を入れておけるそれなりの袋、これが2個まで開放されると。あ、ランタンでもよかったなぁ。腰につけるランタン、夜になると自動で明かりが灯る。これだったかも。ミスった。これだったかもしれねえ。そしてレベルもね、アップしてるので、19から以降も解放されるようになっております。配合牧場。オスとメスのパルを1匹ずつアサインすることで卵を産ませることができる。繁殖にはケーキを入れておく必要がある。ケーキか。ちょっと持ってないけど、まあ一応ね、これも取っておきましょう。そしてセメント。建築物の素材となるセメント。骨とかがいるんだよな。骨もまだね、手に入れたことがないんですよね。で、大きな工具箱。これは拠点に配置しておくと手作業の作業速度が上昇する。これもいいですね。ギガスフィア！めっちゃ欲しい。ギガスフィアめっちゃ欲しいけど作れるんだ。俺もメガスフィアめっちゃ作っちゃった。こういうね、新しく解放されてるのは、解放されていくのは、まあね、実況撮ってる時にやりたいなと思って。金属インゴット2でいいんだ。じゃ、結構ギガスフィアも大量生産できますよ。投げるとパルを捕まえられる道具。ある程度強力なパルも捕まえられるようになった。まあ、ハイパーボールってところかな。武器製作台、簡単な機械仕掛けの武器がクラフトできる施設。うん、これも欲しいですね。そして聖火台、火起こしの作業速度が上昇する。これもいい。アンティークな収納キャビネットも欲しい。マスケット銃、ついに銃火器が来ましたよ。火薬。粗悪な弾薬。これも一応解放しておきましょうか。机も欲しいと。もう家具類は全部欲しい。あ、そして来た。エアムグルのグローブは、まあでも、ね、グライダーがありますからね。まあ大丈夫かな。トラバサミ欲しい。スタンバトン。感電中のパルは捕獲しやすくなる。これもいいな。これも欲しいけど、発電機関。これは全く持ってないですね。そして金属アーマーか。ボスに苦戦しましたもんね。もうちょっと服装とかシールドも作った方が良かったのかもしれない。金属ヘルム。噴水。拠点に配置すると拠点にいるパルの水やりの作業速度。これも欲しい。ふかふかパルベッドだ！うわ！ベッドが新しくなる！これは全部に作ってあげましょう。花壇。拠点に配置すると拠点にいるパルの採取の作業速度が上昇する。あ、もうテクノロジーポイントがない。うわ、家具買わなきゃよかった。見てなかった。くそ。
テクノロジーポイントがあと1個足りない。まだベッド作れてよかった。ワパルたちがより快適な睡眠ができるようになり、睡眠時の HP と産地の回復効率が上がった。これはもう早急に全部ね作ってあげましょう。ちょっと待って、みんな寝るの待って。今作り直したいからね。いいベッドにしてみんなで寝よう。衝撃的な映像やろうな。みんな私たちのベッドが一斉に解体されていく。衝撃的な映像やったやろうな。大丈夫、新しいの今から全部作るからね、待っててね。みんなして作りに来た。私のベッドだ。かわいい。私のベッド争奪戦、みんなで一斉に作りに来てる。かわいい。あ、かわいい。争いが起きるぞ。ベッド1個しかない。いっぱい作ってあげよう。